そうなんですかね。でもなんかそうかもしれないです。大丈夫かこれ。業界平均 30% あればいいと言われる中、私の口座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、今回はですね、前川メソッド生の家族関係。暗いっすか。家族関係です。家族関係。もう始まってますよ。始まってますよ。はい。じゃあ、家族関係。はい。まあ、今までこの成果を上げられてるとは思うんですけども、うん、まあ、昔、例えば100万いってなかった時とか、メソッドに入る前とかは、こういう家族関係だったけども、今こんな感じの家族関係になっていって、みたいな。うん、まあ、その、稼ぐ理由を家族に置いてるっていうのもあると思いますし、その辺のこう、映画上、映画上聞いてみたいなと。なんか、どんな写りなんですか、今。どんな写り、あ、この写りです。ああ、いいじゃないですか。はい、すごい。こんな写りですね。綺麗、うん。ボス、いいですよ、真ん中。いや、重心。どうですか、実際こう。まあ、ムネさんはメソッド入ってからそんな結婚したのね。そうですね。ああ、そうですね。じゃあ、メソッド入る前、彼女とどうやったんですか。どうだった。メソッド入ったのはいつぐらいですか。まあ、僕、多分一番長いんで、5年とかですか。ムネさん、いくつの時に入られたんですか。28とかで。今も33ですか。そうです、33。もうおっさんなってるやん。そうです。その時は、もうすでに独立をされていて。そうです、独立して1年立ってないぐらいですか、ね。売上的にはどう思ったんでしょうか。マックスでめっちゃいったで70とか。ああ、なるほど。そうです、そうです。その時に付き合われていた彼女がいた。いや、その時そうですね、あの結婚して2年なので、はい、なんか、なんでしょう、どんなの聞いてたらいいの、まあ、売り上げの変化をまあざっくり教えていただいてもいいですか、うん、まあ、大体5年前ぐらいに入られて、はい、入る前はマックス70ぐらいだったっていうので、はい、それの売り上げの変化みたいなのざっくりと売り上げの変化ですね、はい、でも僕ね、100万いくまでに1年半ぐらいかけるんですよ、うん、めっちゃ遅くて、ほうほう、で、その時は107とかだったんですよね、うんうん、遅そうみたいな感じだったけど、まあ、やっと成果出ましたね的な感じで最初インタビューしてもらったような感じだった、うん、周りがどんどん上がっていく中、一人だけ置いていかれましたもんね。そうです、そうです。なんで遅かったんですか。なんで遅かったんですかね。でも、結構真面目にやってましたよ。なんかその当時なんで、なんかブログ書けブログ書けみたいな感じで。あ、撮った俺そんな。いや、聞いたくないですよね。いや、全然ブログ1日なんか1本書いてくるから次の月までには30仕上げてくるみたいな感じで、そんなの言ってました。いや、わかんないです。僕が聞いてないだけなのか、うん、でも言った、俺も言った記憶がない。全然そういう時代でした。だから当時結構だからブログめっちゃ書いてとか、もちろんチラシもやってたんですけどね、なんでしょうね、やっぱり修正能力が低かったのかなと思いますね、うん、だから多分遅かったと思います。それがじゃあ結婚を決意したっていう時っていうのは、はい、あ、売り上げ的にはいくらぐらいだったんですかね。あ、でも結婚したのがあれだったので100もう50アベレージぐらいになった時ですかね。あ、ちなみに今までのマックスは200ちょいぐらいです。210とかは行ったことないです。200ちょいぐらいですかね。そうです。なるほどなるほど。なんかその何でしょう、稼ぐ男になってちょっとこう、まあ、ああ結婚まで行けて、はい、なんていうんだろう、その、はい、今や、奥さんからも、はい、もう宗先生のなんだろう、はい、それやってよかったねとか、そう、なんかそういうのつけてなかったりするんですか。なんかもううちうちなんもなんかもうお互い稼げればそれでいいじゃん的な感じなので。あ、そう、奥さんも自分でなんかされてるんですか。奥さんは薬剤師さんなんですけど、なので、なんか。結構自分でやりたい人なんですよね。だから病院に収まる玉だねみたいなタイプの薬剤師さん、ちょっと珍しいタイプなんですけど、なので自分でなんかいろいろなんか事業をこれから起こしたいなみたいな感じの人なので、なんか好き勝手やってますね、お互い。そうなんです。あんまプライベート喋らないですもんね。うん、うん、まあまあですね、あんま喋らないですもんね。そういうところがあるんですか。
梅さん隠すの、うん、隠すんじゃないですよ、振られないですよ僕梅さん、おったん的な感じじゃないですかなるほど、そっか。だから付き合い始めたぐらいの時の売り上げとかで言ったら、とても結構なんてみたいな感じだったんですかね。いつからですか、付き合い始めたの。付き合い始めたのはどっかの前の彼女と別れたみたいになってますか。そうです、そうです、メソッドを振られたんでしたっけ。メソッドでメソッドで、なんか、ま、前田さんが今回はなんか珍しくホテルのバイキング12月の終わりもう最後だからバイキングでみんなで最後盛り上がろうみたいな感じで阪急ホテルかと思ったはいはいはい、そういうところね。そうで、でバイキングやってて、その時にまあ、なんか、LINE みたいな顔して、ええみたいな、つらいの、もう死にそうな顔してましたけど、あ、面白いね、そうそう、その後で、その後で、その後に、そうなってる、そうなってる、まだ行くと悪いですよね、ウヒヒヒヒって、そんなことがありましたね、そば来てる場合じゃなかった、そう、来てる場合じゃなかったですね、なるほど、面白い。じゃあちょっと前田先生にも伺いたいんですけど、はい、なんかざっくりですけど、こう家族関係の変化みたいな感じで言われたら、なんかどうなんでしょう。でも僕、家族そんな変わってないんじゃないかな。家族は変わらないですよね。家族は、うわ家族。例えば今と、うん、3年前の自分の立ち位置はなんかちょっとちゃうかったみたいな、うん、なんかやっぱ、とかこっちもやっぱ切迫してるものがあったみたいな。ああ、なんか楽しくはなかったような気がしますね、そういえば。家族関係がですか。家族っていうか、なんか遊んでても楽しくないっていう状況ではありましたね。なんか休みの日も遊びに行くけど電話なるんかなとか。あ、お子さんと遊んでても。そうそうそう。なんかチラシこうするかなとか。うん、ね。電車乗ってても、滑り台待ってても、ブランコ乗ってても、なんかそんな感じじゃないですか。なんか。あ、でもまあまあ。今はどうなんですか。いや今はなんか遊んでる時は遊んでるって感じです。うんうん、特にそのまあ売り上げの心配とか電話の心配とかもせずに。せずに遊んでる。でもそれ前最高な言い方しますよね。だからサラリーマンの休日を楽しめる感じじゃないですか。うんうん、起業したら休日を楽しめなくないですか。ずっと仕事モードなんでオフがないんですよね。はい、でそれ楽しめるってめっちゃいいなと思います、ほんまに。うん、全くないもん、オフに。オフになるさ、オフになられへん。ああ、オフもないです。うん、でそのオンオフの切り替えがスパッとできてるっていう感じなんですかね。僕はやっぱやってないと不安なので、あ、なんだかんだやっぱりちょこちょこはやりますよね。うん、せめてこれ1個だけなんかノート書いとこうとか、うん、なんかそんなんはやりますね。うん、怖いんで、なんか怖いですよね。そう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 、そうなんですよ。お前の先生も休みと決めたら完全に休めるってことですか。前ほど、前なんかライブとか行っててもずっとライブ行ってどうなんですか。こんなんないのか。あ、集客しながらなんですか。誰のライブだよ。誰のライブだよ。そうなんですか。映画見ててもずっとなんか、気になってお腹痛い。全然楽しくないなと思ってましたね。え、それがなんでそうなるんですかね。ざっくりですけど。なんだっかね、メソッドのおかげですかね。いや、そこで全然はどこだよね、今の。だってニコニコしながら俺、今、決めてるんだよ。言うたったみたいな。言うたったみたいな。俺、今言うてるで、みたいな顔で言うのやめてほしい。求められてるんじゃない欲しいのかな。そんなん全く求めないですから、ね、そこはもう素で素で出すんで、ところは。でも聞きたいのは、野村さんはちょっと違うかもしれないけど、お前さんの場合は収入がやばい時と、まあ、余裕がある時と奥さんは経験してるわけじゃないですか、はい、奥さん変わりました。それによって何か奥さん、僕とかで、僕であれば、うん、何も言われなくなった。何するにしても相談しないんです。自己報告なんですけども、うん、大丈夫なんとかいけんのみたいなのめっちゃ言われたんですけど最初、うん、今はもう何してても何も言われなくなったっていうのがすごいあるし、もう今日もこうやってね泊まりに来てますけども、泊まりに行っても何も言われなくなってるんで、この3週間ぐらい家で2回ぐらいなんですよ今。うん、も何も怒られないし、
なんかその辺の自由度が増したってのは僕はすごいありますかね、自分の業績を出したことによって。なんですかね、楽しそうに仕事してくれてるから喜んでくれてるって感じ。綺麗な話。何それ綺麗。いやほんま。楽しいですか、やっぱり。楽しいですね。前に比べると全然楽しいですね。一回覚えてて、毎朝一回僕の家に来てくれたことがあるんですよ。家建てた建てた時にね。ね。めっちゃ病んでたんですよ。村さん来てくれたっけ？いや僕見たことないですね。前めっちゃ病んでて、めっちゃ暗かったんですよ。ね。うん。めっちゃ暗かったもん。何でですか？売り上げがやばかったんですよ。全然ダメですもんね、あの時。そうですね。そう。めっちゃ暗くて、ほんまにやばいな、みたいな。もう、今の豚状態ですもんね。その今って何なんですか？例えば、新規がもうスーパー安定して、例えば毎月20人とか呼べてるとか、まあ、そうじゃないけど、例えば既存がもう残りまくって、離脱がないから、インド経営自体が安定して売れるのか、みたいな。なんか、ここってどうなんですか？いや、なんか落ちないやろうなっていう、勝手に、なんか前は月末とかが近づいてきたらやばいと思ったりしてたんですけど、なんか何回もそれやってると、え、なんか大丈夫やんってなったんですよね。なんか何回も落とされそうなってたら、こいつ落とす気ないなみたいな、わかりますかね。わかんないです。わかんないですか。いや、なんか何回も殴られそうな。ってて、わ怖い怖いと思ってたら、でも結局殴られることはなく乗り切れるなっていう感じですかね。いやだからなんかもう大丈夫、お金には困らないんだろうなっていう、なんかいろいろ経験してきて、うん、やり抜ける自分を見つけたわけですね。そうですそうです、うん、なんか今月やばいなって思わなくなりました。今度が大丈夫ですか？大丈夫ですか？新規は毎月何人ぐらい取ってるんですか今？12、3人ぐらい。12、3人ぐらいで、150とか200とかに迫っていってるところですよね。はい。あ、じゃあ相当既存残ってなかったら無理ですよね。そうなんですかね。でもなんかそうかもしれないです。大丈夫かこれ。なんか寄ってきました。飲んでへん。これね、アルコール入ってるんですよ、これ。ああ、なるほど、それやすごいね、なるほど。ムネ先生とかでは先月何本ぐらいなんですか？先月、ちょっとね、よくなかったんですよ。何本ぐらいだろう、120とかです、ね、うん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 、久しぶりになんか、わーっと落ちたなって感じですよ。全然。いやいや、それも見てる方は。ああ、でも、いや、もう言うてたもん。でも、ああ、そっか、でも。落ちて、逆に。そうですね、当時の僕からすればね、そうかもしれない。でも、新規が全然来なかったですね。でも、それが10月に全部バッと来てる感じですよね。だから、珍しく一桁台でしたね、新規が。あ、でも一桁台で120で作れてるってことですもんね。まあそうですね、はい。でもみんなすごいですよね、メソッドとか見てると、20人とか30人とか集客してるじゃないですか。いやあれがすごいなと思って、まあ、結果その、まあ、売り上げ150人、20人、30人で150で、まあ、僕の感覚からすると、もうほぼザルじゃん、ね、出ていっちゃってるじゃんとは思うけど、そもそもそれをやれてるのがすごいなと思って、僕でも本当12、3人です、前田先生と一緒です。15超えたら多いかなって感じですね。12、3人で150っていいですよね。すごいですね。僕はその感覚ないんで、僕はザルだった派なんで、僕もザル派です。4、50人入れてやっていくみたいな感覚だったんで。そうなんですね。4、50人全然集まらないですね。すごいな。12人、13人集めればいいと考えれば、うん、すごいこう楽に経営できるというか、うん、心のゆとりとしてはあるってことですよね、お二人とも多分。そうですね。2人が思うのは、僕ずっと付き合ってて思うのは、やっぱ来たら取れると思うんですよね。来たら取れるメンタルだったりとか、自信だったりとかをもう備えてると思うんですよね。でも、まやさんちょっと最初の頃覚えてないですけど、むねさん多分最初の頃ってすごい頼れなかったと思うんですよ。自信なさげな。そうですね。でも今ってすごい堂々とやられてると思うんで、ちょっと前田さん最初の頃知らないんですけど。なんで知らないの？なんで知らないの？その部分はむっちゃでかいと思いますよ。うん。来たら取れるみたいなね。そうで
そうなの、くれるあれがあるので、うん、だからまあ変なのは省いてるところもありますけど、うん、変な体勢ですけど、そういった部分もありますけど、やっぱり大概これはリビューするやろっていう感覚でやってるんで、うん、はいはいはい、うん、僕すごい思うのはこうやって売り上がってる人たち、マスターマインドとかなってきてる人たちって見てると、喋りがめっちゃうまなってますよね。出会った時って全然喋れてないのに、今ってめっちゃ喋れるんですよね。喋ってって言ったらもうベラベラ一人喋れる、はい、これが俺すごいなと思うんですよ。だって売り上げ高い人で喋れるんで。確かに確かに、うん、なんでなんですか。喋れてます。喋ってないな。でも喋れるが全然皆さん上手いと思いますよ。分かりやすいし、こう、うまくまとめて喋られてるなと思うんで。先生は今あの酔っ払ってるから。そうや、そうですね。はい、これ何のテーマでした、これ。家族、家族。でも家族出てきたい、ファミリーね。うん、まあ、終わりますか、この辺で。15分ぐらい喋ってるでしょ、はい。じゃあファミリーということで終わりますか。ああ、え、あ、俺たちはファミリー。最後まとめるんですか。そういうことだ。無理やり。一番ひどいですよね。そうですね。そうですね。ありがたいです。わかりました。はい。はい、こんな感じです。感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では今回はですね、はい、LTV を高くする施術中の会話、おお、なるほど、というふうなところで、まあ、そもそも会話がある方がいいのか悪いのか、うんうん、まあ、これ院のスタイルにもよると思うんですよね。基本的には患者さんってそのタイミングがあるじゃないですか。治療できている時、うんうん、ちょっと安定していってるかなっていう時、はい、安定期でメンテナンス期みたいなのがあると思うんですね、うん、まあ、それぞれ、時期があるじゃないですか、うん、あなたの空間はどこの人のための空間なのかっていうのを明確にしておくってことですね。あー、なるほど。